副業で youtube の切り抜き始めようと思ってます。機材は ipad を買おうか、スマホでやるか悩んでます。どちらがいいと思いますか？また、どの youtuber の切り抜きをするのがいいと思いますか？えっと多分向いてないと思います。あの切り抜きをまずやろうって、多分お金を稼ごうとしてると思うんですけどで、その時点であの ipad かスマホかっていう選択肢を考えてる時点で、あの物事を調べる能力がないんだと思うんですよね。 その普通に動画の編集するんだったら PC でやるよねってなるんですけど iPad でやるんだったら別にスマホでもできるしそもそも何か切り抜きのために iPad っていう時点でなんかその選択肢はねえだろうってなるんですけどっていうのがわからないっていう時点で多分自分がやらなきゃいけないことが何っていう検索をする能力がないんだと思うんですよ。でそのなんか1220円お金を払ったら聞けるって多分思っちゃってると思うんですけど で、その YouTube とか、まあ、切り抜きも含めて成功している人って、そのネットにある情報を見て、これがうまくいくかなって自分自身でいろいろ試を錯誤したり調べたりっていうのをやれた人が結果としてお金儲けたりするので。 なのでその動画の編集ってまずどうやってやるのっていうのをネットで調べれば iPad じゃ無理だなって多分わかると思うんですよ。で、それがわからないとすると多分動画の編集じゃあ今度はじゃあテロップどうやって出せばいいのとか音加えるにはどうしたらいいのか音源って買わなきゃいけないの無料のもあるのとかっていろいろ調べなきゃいけないことがあるんですよ。でもそれをその検索エンジンを使うっていうのができないのであれば多分向いてないと思うので、なのであのまあ最初からやらない方がまだマシなんじゃないかなと思います。 えー、無能が有能になるのは無理だと思いますが無能が有能に少しでもつ,つでも近づくためにはどういった努力や行動が必要でしょうか。まあ、えっも、と、のを調べる能力の話を今説明したんですけどあの世の中で言われてる有能と言われてる人のほとんども実はあの正解が誰かが作り出した正解を調べて使うだけの人がほとんどなんですよ。その あのじゃあ大学受験でうまくいった人ってその答えのある問題の答えを覚えてる人なんですよね。で、まあ、僕その本当に頭がいい人ってその誰も答えが知らないものの答えを見つけ出す人だったりを賢いと思ってるのでただ世の中で有能か無能かで言うとそこまでの能力ってあ,のあんまり重要視されてないというか必要とされてないんですよね。なのであのなんか普通にググって調べて「あこうだよね」っていうのが分かるぐらいの能力だけで全然有能と思われるのでググる能力を伝えればいいんじゃないかなと思います。 えー、コメントでググって嘘にはまることもあるけど、えっと、あの嘘にはまらないようにする能力も含めて検索する能力です。はい、切り抜きを始まりたいんですけど、伸びるにはどうした方がいいのですか？何らかのアドバイスお願いします。えっと、その僕の切り抜きをやるのか、岡田斗司夫さんの切り抜きをやるのか、なんかあのメンタリストダイコさんの切り抜きをやるのかで、いろんなパターンがあるんですけど、あの切り抜きのチャンネル見てうまくいっているチャンネルの真似をしてください。あの人によって、そのうまくいっている方向性が結構違ったりするんですよ。 あの僕の今の切り抜きのチャンネルだと再生数ですごい伸びてるのって YouTube ショートを使った15秒以下のやつが再生数めっちゃ伸びてたりするんですけどでも岡田敏夫さんの切り抜きとかだとあの10分ぐらいの長いやつでテーマでまとめたやつが結構伸びてたりっていうのでその人によって結構違うのでなのでその自分の対象にしたい切り抜きの人のどういうのがうまくいってるのかでうまくいってる人を真似してください。 先ほど副業で切り抜き始めようと質問された方にそもそも検索とかする能力がなくて向いてない的なことを言われてましたが私も切り抜きに興味があり切り抜きに効果などを検索して調べていました成功しますかえっとあのまず僕に2440円払ってそういうのを聞かないと動けない時点で多分向いてないと思います。あの別に切り抜きやろううと思っっててる人ってもうすで僕にお金を払って質問したからうまくいくかどうかと僕にお金を払わない人がうまくいくかどうかって全く変わらないんですよ。 いや僕にお金を払ったからうまくいきましたなんて人はいないし僕にお金を払ってない人でうまくいった人はいっぱいいるんですよ。なのでここであなた絶対うまくいきますよって僕が言おうがいいまいが結果は変わらないんですよ。 なので、やるべきことは、切り抜きやりたいんだったら、さっさとやればって話で、あの、こういうどうでもいい、なんか酔っ払ったお,おっさんにお金を払ってる時点で、やるべきことが分かってないという話になるんじゃないかなと思いますけど。YouTube で全力用事雪なりの成長を応援しているものです。現在の登録者724人、えー、月の再生時間 2. 点、再生数2.7万回、1ヶ月の再生時間は7500時間。えー、毎日3個から10個アップロードしてます。ひろきさんからおもちゃの動画やったらいいとアドバイスをいただいたのですが、試してみても伸びませんでした。あと少し。 で、収益化の条件を超えるので何かとば全然いです。えー、人目に触れさせるために Twitter や TikTok でも宣伝を始めたのですが、全然リーチしませんでした。えっと、あと276人登録者を増やすだけで収益化できるので、 多分、あの、ここにタイトル書くの間違ってて、あの、えっ、ー、と、全力用事でいきなりの成長に登録してくれた人の中から抽選で1名様に1万円あげますっていうのを、今多分ここに書いてるとすると、あの、今僕の放送を見てる人って、そのニートとか無職とか、小宮有志さんのコンドの宮さんとか、今日お金のない人ばっかりでは1万2700人見てるんですよ。 で、その、1000人の登録がいってなくて1万円もらえるってすると、まあ、1000分の1ぐらいの確率で1万円もらえるわけじゃないですか。で、あの、ただクリックするだけなので、あ、それだったらクリックするわっていうので、多分簡単に1000人超えたと思うんですよね。で、ぶっちゃけ、あの、1万円払わなくてもわかんないんで、はい。 えー、こんばんは、恋学チャンネルというチャンネルを運営しており、主にモテない子供やおじさんに向けた動画を投稿しています。動画は街中の女性にインタビューに回答していただく2分程度のもので、えー、童貞何歳まで許せるや恋愛に学歴が必要などの内容です。なんとか登録者1万人まで到達したのですが、えー、類似するチャンネルとの差別化を悩んでおります。演者が出演する以外の方法で差別化し、視聴者や登録者を爆増されたのはどちらでしょうかアドバイスをお願いいたします。えっと、方向性は面白いとは思うんですけど、あの赤の他人のどうでもいい人のその答え 聞いても面白くないよね。って話だと思うんですよね。で、あのチャンネル登録者数1万人いってるのであれば、ある程度コラボもできると思うので。 なので、あの、チャンネル登録者数が5万円ぐらいの暇そうな、あの、YouTuber にコラボしましょうって言って、恋愛の質問しますみたいな感じのコラボをするといいんじゃないかなと思います。で、その中ほら、要は5万人ぐらいの登録者数の YouTuber ってあの、自己顕示欲強い人がいたりするので、そのなんか、恋愛に対しての質問を答えるっていうのを、なんか聞かれたい、俺の考えを伝えたいみたいな人も結構いると思うので、なので、あの、ひたすらコラボしたいですっていうのをいっぱい送れば、結構引っかかる人いるんじゃないですかね。 でコラボすると登録者数それなりに増えるんじゃないかなと思います。お、チャンネル登録者で5万円っていうキャンペーンをするんですかほう。<laughs>